どうもよろししくお願いしますす高倉和也ですゴジラ怪獣の好きなところを語る動画「ゴジラ怪獣ここが好き」今回もよろしくお願いいたします。今回はですねバランのお話ということでですねまあ正直あんまり再生数は伸びないのではないかなと。<laughs> 数字なんて関係ないんだと <laughs> いうね意気込みでやっていこうかと思います。まあ、正直ね YouTube でね、バランで検索して、この動画にたどり着ける人が果たしているのかと。<laughs> それ以前にバランで検索をかける人が日本中に何人いるんだというね。<laughs> それこそ Google でバランとだけ入れて検索すると、お弁当についてくる方のバランが表示されてしまうというですね。<laughs> まさにあの天下の大企業グーグルでさえよく知らない怪獣 <laughs> それがバランなんですよ <laughs> そんなバランのお話でございます偶然にもこの動画にたどり着いた <laughs> 皆様はぜひとも最後までご覧いただければと思います、えー、この動画ではですねバランの主な登場作品と登場作品での劇中での行動についてお話をしていきますということで改めて最後までよろしくお願いいたします ではまずはバランの主な登場作品から振り返っていきましょう。バランが初登場したのは1958年公開の映画大怪獣バランです。1958年、まあ、実に一作目のゴジラから4年後というですね。東方特撮作品でもかなり初期の作品ですね。 またキャラクターの特徴として考えるとゴジラとアンギラスという2、まあ、足歩行および4足歩行型のオーソドックスな恐竜型そして空を飛ぶ怪獣というラドンの特徴これまで登場した怪獣の特徴を全部乗っけたようなキャラクターといいますか特徴といいますかそういったものを持っていますよね。そんな怪獣をねゴジラの公開から4年後の作品で登場させてるわけですよ。 ちょっとと早くねねかと思いますけど、ね、<laughs> まあ特徴だけ見るとね4年目にしてこれまでの集大成みたいな <laughs> 全力ですみたいな怪獣出しちゃってますけどいいのかなこのタイミングでっていうね。 まあ完全にねタラレバの話ですけどもうちょっと後の時期に初登場していたら、まあ、多彩な能力を持っている絶対的な強者みたいなポジションとしてね、言うなれば今のキングギドラのポジションにねバランが収まっていた可能性もあるんじゃないかなと思うんですよねいやーちょっと2番多いですかね <laughs> 仮にもしそうなっていたとしたらねバラン今頃海外の映画とかにも出てることになりますからねなんか。 英語でできなさそうでしょうバラン <laughs> キングギドラとかモスラとかはもともと日本国外の出身というか、まあ、まあ地球外の出身なところあるからなんとなく言語とかその辺も大丈夫そうな感じもするしラドンもですね出身は一応九州ですけど1作目からね日本以外にも出現したりとかしてるわけでまあ言ってみれば海外旅行を慣れしてるわけですよ。 まあまあそこで行くとゴジラの英語力も若干不安ではあるんですけどまあなんかゴジラならね黙っててもどうにかなりそう感というのがあるわけでバランの場合はねどうもこの不安というか <laughs> いや多分ね行く前にめちゃめちゃ英語の勉強はすると思うんですよバランって。 ちゃんと通じないみたいな。<laughs> そういう状況がね、目に浮かぶんですよね。なんかこう、バラも海外に行ってね、外国の人と話そうとして。Hello!My name is バラン、i m from Japan!Nice <laughs> to me to you!And you! And you. <laughs> 全部こうにびっくりマークがつくみたいな。<laughs> ものすごいジャパニーズ・イングリッシュぶり。イングリッシュっていうか、ほぼそれ日本語じゃねえかみたいな。<laughs> ことで、ガンガン行くんですけど、なんかそれ聞かされた海外のアメリカの人も、 Oh, yeah, yeah, yeah.、Uh, what did you say? <laughs> 全然通じねえみたいな。ま、ば,ば,ば、ババババババ。ば <laughs> ま、まあ、まあ、まいねえ、むいねえ、むババババって。急にパニックになっちゃいそうなね。そんな光景がちょっと目に浮かぶんですよね。<laughs> ま、ちょっとポジション的にはね、足らればかったとしてもちょっと厳しいかな、みたいなところはあるかと思うんですけど、まあ、それくらいね、だいぶ早い時期に。 制作された大怪獣バランですがそもそもこの映画ねもともとは海外の会社との共同制作によるテレビ放送作品として制作されたというのはまあ有名な話かと思いますところがですね共同制作を行っていた会社まあ海外の会社の方が倒産してしまったために急遽劇場公開作品に変更になったわけですね まあ確かにそう考えると、作品の冒頭でですね、登場人物である杉本博士が観客に向かって語りかけるかのような映画の始まり方っていうのは、昔の海外 SF 映画とかですね、トワイライトゾーンみたいなこの海外ドラマの形式に近いようにも感じます。そんな海外の作品風の始まり方から、山奥の村に赴く、 民族学的な怪奇者みたいな雰囲気になりさらには怪獣が出現する特撮映画へと物語の印象がどんどん変わっていくっていうのもこの映画の面白いところですよね。さて初登場した大怪獣バランの次にバランが映画に出演したのは東方怪獣が一堂に集結した怪獣総進撃です。まあね初登場作品で「大怪獣」というですね肩書きを持って登場したバランですからね。<laughs> 東方の、ね、この怪獣たちが集結するこのこの作品で相当大活躍をしてるに違いないですから大怪獣ですから、ね、<laughs> だってねまあまあまあこういう言い方は何ですけれどもそもそも最初はね脇役として登場したゴロザウルスだったりとか1、まあ、個前の作品で初めて出てきたクモンガもまあかなり活躍してるわけですしミニラなんかガキ張ですからね <laughs> 子役ですよ。<laughs> 鈴木福みたいなもんですよ <laughs> 最近大きいけども。<laughs> そんなね怪獣たちが活躍する場面もね、あるんだから、大怪獣である、<laughs> あのバランが、ね、活躍していないわけがないんですよね。おな何ですか振りがしつこいですか <laughs> まあまあね、皆さんご存知でしょうけど、えー、バラン、対戦。<laughs> この映画でですね、これといった爪痕を残せず、 爪痕どころか出演シーンもほとんど残せず <laughs> まあ例えるならねベテラン芸人なのにひな壇で無言みたいな <laughs> そんな状態だったんですよね DVD とかねブルーレイのパッケージなんかでもなぜか一人だけね集合写真撮る日休んだやつみたいな, <laughs> なんかまるで囲まれてちっちゃく写ってますみたいなね <laughs> そんなポジションでちょっと写ってるだけなんですよもうちょっとこうどうにかならんかったかとね思わずにはいられないですよねまあそう考えるとですね怪獣送信劇で ドロップキックというか飛び蹴りというかそういった技を決めたゴロザウルスあるいは久しぶりにスクリーンに復活したアンギラスなどですね株を上げた怪獣もいればバラのように微妙な登場の仕方によって後の作品にもなかなか出づらくなってしまった怪獣などですね怪獣送信劇きっかけでその後のキャリアを左右された怪獣って結構いるなという印象があります。 さて、その後映画作品で主な役柄として登場することはなかったバランですがラライイブフフィルルムではではすね、ゴジラファイナルウォーズの冒頭に登場しています。またですね「ゴジラ対ガイガンでは検討用台本の段階では登場していたりですとか「ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃」では、まあ、これも有名な話ですけどもアンギラスとバラゴンと共にゴジラと戦う五穀星獣として出演する予定がありました。 また「ゴジラモスラメカゴジラ東京 SOS」ではですね画面では確認できないようなんですがバランの DNA が保存されているという設定にもなっているなどですねなんかこう惜ししいいところでで出演を逃してるる感はあるんですよね。なんか絶対もう一押しあったら出れそうな感じするんですけどね。何、まあ、でしょうねちょっとその辺はねバランパイセン自身の営業力と言いますか <laughs> もうちょっと自分を売り込むというかね、うん、お出しできますみたいな。<laughs> あれでしょうかねなんか最近の若手映画スタッフからするとちょっと扱いづらい先輩みたいな <laughs>、そういうポジションなんですかね特に意識してるわけじゃないにしてもね、こう、プライベートで喋ってる言葉の端々に、俺バラダギやぞみたいな <laughs>。なんか YouTuber 同士が、君登録者何人いるのへえ、俺こんくらいだけどみたいな感じで。君じゃ信者いるのって。<laughs> 俺バラダギって信仰されてんだけど、信者何人みたいなね <laughs>。信仰マウントみたいなのがね <laughs>。 スタッフ間で噂になってあいつ使いづらいみたいなことになってるのかもしれないですけどね、まあ、まあまあその他ですね劇場版アニメのノベライズゴジラ怪獣目視録への登場ですとかテレビアニメゴジラシンギュラポイントではゴジラの成長過程の一形態としてバランの特徴が取り入れられるなどしていました以上がバランの主な登場作品になりますそれでは続いてバランの初登場作品大怪獣バランでのバランの行動を見ていきましょうこの映画でバランは 東北地方の奥地にある岩屋という村でですね神様ととししししてて崇められる存在として登場しましたその名もバラダギ三人と呼ばれて岩屋の集落にに住む人たたちに恐れられれららまま崇められていますこのねバラダギといういかつい漢字での表記というのがね神秘性や何か意味深なニュアンスを醸し出していて非常にいいなと思いますねちなみにこのバラダギという名前ですが使われている漢字はいずれも仏教における 語の音訳でで使われる字ですね、まあ、例えば「シャバ」とか「アシュラ」とか「ブッダ」とかですねサンスクリット語由来の言葉でなじみがあるかと思います。そして最初の3文字の音の部分にだけ注目すると「バラダ」というのは仏教における真言、まあ、マントラにおいて願いいを叶えるるとうう意味があるようですそして「義の漢字としての意味には「高く大きい様を表すというものがあります。 なのでちょっと恣意的な解釈にはなるんですけれどもこれらのことから考えるとバラダギ三人とといいいいいう名前には願いを叶えてくれれるる高い山のの神といった意味合いがあるのかもしれませんそしてまた仏教的な表記の仕方と岩屋の集落の人々が行っている神道にも似た祈祷の様子を考えると「バラダギ三人」というのは神仏の集合が進んだ後の時代に生まれた比較的新しい神様なのかもしれませんね。 あるいは「義」という字を中国の古代の国の名前として捉えるならバラダギ山人は大陸由来の神であるという解釈もできるかもしれません。さてそんなバラダギ様ことバランは日本では珍しい蝶の調査のため岩屋を訪れた研究員2人を襲います。 この2人の死の真相を探るべく岩屋の集落を訪れた魚崎百合子堀口の3人は集落の神主からバラダギ三人の話を聞きバラダギ様の怒りに触れないよう警告を受けます。そんな迷信を信じる集落の人々を一括し集落の奥地湖のほとりにやってきた3人でしたがその目の前についにバランが現れます。 一目散に逃げ出す魚崎たちと集落の人々でしたがバラダギ様の怒りを警告していた神主だけは最後までバランを沈めようとその場に残るんですね。 この手の話の展開だとですねたたりとか迷信とかを盾にですね偉そうに振る舞っていた人物というのはですねいざ自分の身が危なくなると一目散に逃げ出すっていうような展開が多いような印象があるんですがその点この神主はですね態度こそ高圧的で子供がバランの生息地に迷い込んでも見捨てるような非常さを持ってはいますが村を守ろうという意識はしっかり持っていたということもできますね。まあね、ただ残念ながら、 そのババランンに対抗する手段がダンスバトルという <laughs> いやまあもちろんねダンスじゃなくてきっと祈りで沈めようとしてるんですけど動きがが、ね、妙にリズミカルというか、ね、キレがやたといいいうかやたらんですよね <laughs> そのせいでねどうもダンスみたいに見えるっていうまあ別に実際見たわけじゃないですけど六本木のクラブとかに似たような人いっぱいいるんじゃないですかね。<laughs> やたらダンスの上手いイケオジみたいな <laughs> そういう人がいそうな気もするんですけど。 まあ結局ねバランはこのダンスバトルには付き合わずにですね岩を崩して神主を下敷きにするとそのまま岩屋集落の民家を破壊しますこのシーンがねバランの全身をしっかりと見ることができていいシーンですよね特にね横から見た時の背中のトゲを含めた全身のシルエットというのがとても綺麗だと思いますそれから長い尻尾ですねこの尻尾が躍動する迫力というのも非常に素晴らしい場面です アランはですね個人的にはですけど四足歩行している状態がね一番かっこよくて美しいと思うんですねなんかこう立ち上がるとね急に人っぽさが出ちゃうと言いましょうかまあまあ予算の関係もあるんでしょうけれども着ぐるみのお腹側の方がですねちょっと薄めなんですよねなのでなんとなく中にいる人の動きというのが透けて見える人感が出ちゃうというところがあると思います ただその人感があることで不気味さというか不思議な味わいがあるっていうのもね魅力なんですけれどもねなかなかこの辺は好みが分かれるともかく岩屋集落を破壊したバランは再び湖に戻りますがそこに防衛庁が出動薬品を使ってバランを湖からおびき出し兵器によって攻撃します。 しかしこの攻撃をものともしないバランは逃げ遅れた魚崎とユリコに接近します。ここで光る者に引き寄せられる習性を利用して、二人から引き離されたバランは山頂に誘導されますが、そこから手足の間の飛膜を広げて飛び去ってしまいます。膜、まあ、を広げる場面はね、ちょっとジュディ・オングみたいというか <laughs>、女は海みたいなね <laughs>。 好きな男の腕の中でもみたいなで <laughs> なんか要するにまあまあそれくらい薄くて綺麗な被膜なんですよねそして姿を消したバランはですね今度は昭州沖から東京湾にかけて移動しながら自衛隊と交戦します 航空機による攻撃が行われますが水中から不意に現れるバランの奇襲攻撃によって航空機は墜落護衛艦による砲弾や機銃による攻撃も効果はなく爆雷による集中攻撃をもってしてもバランを倒すことはできませんでしたついに羽田空港に上陸せんとするバランに対しダイナマイトの20倍の威力を持つ特殊火薬の使用が提案されるんですけれどもこの特殊火薬を開発した藤村博士は 穴を開けた上でその中に仕掛けなければ効果が薄いことを理由に難色を示します。これに対し自衛隊幹部は大量に使えば効果があるかもしれないとして特殊火薬の使用を決定するんですね。まあね正直この時点であこれ多分効果ないんだろうなっていうのがね <laughs> 予想できる展開ですよね。風邪薬2倍の量飲んででも早くななるわけじゃないですからね <laughs>。なんというかね この映画の自衛隊の方々ね、この火薬に限らずですね、銃撃とか嫌いとかですね、とにかくいっぱい使えばいいと思ってる節があるんですよね。<laughs> 戦車とかの通常兵器による攻撃がね、ちょっと長いんですよ。<laughs> あれちょっと長いなと。<laughs> 長すぎるっていうほどでもないんだけど、あれちょっと長くねって。まだ撃つのこれ聞いてないんですよね。<laughs> いや、大量に撃てばそのうち効果があるかもしれない。<laughs> そうですかみたいな。<laughs> そこにちょっとした引っかかりというか、えー、違和感を感じなくもないですねまあまあメタ的な都合で言えばですねテレビでの放送っていうのを考えた時にまあこの辺で CM またごうとか来週まで引っ張ろうみたいな理由でこうなってるのかもしれないですねこの長めの攻撃シーン攻撃シーンでちょっと週またぎで週またいでまた次の週始まる時はこの攻撃シーンから始めてみたいなそういう使い方をする予定だったのかもしれませんがだとしてもカットすればいいじゃんと思うんですけどね <laughs> まあ、当時どどうういう判断があったのかは分かはりませんけれどもさてついに羽田空港に現れたバランに対し特殊火薬を積んだトラックで爆破を仕掛けることになるんですがやはりね外側からの爆発でででははバランを倒すことはできませんでしたこの場面の少し前のシーンで語られるんですけれどもバランの皮膚というのは柔軟性が高く銃弾や攻撃爆発などの攻撃を無効化できるんですね。 まあまあ羽ばたきではなく滑空で飛ぶバランですから、本来は着地の際の衝撃を和らげるための進化なのかなとも考えたりするんですが、ともかくこの能力のおかげでバランには外からの攻撃は通用しないわけです。まあまあ理論的にはね、力士が最強っていうのと似たようなものがありますよね。<laughs> 皮下脂肪で打撃の衝撃を吸収しちゃうみたいな <laughs>。なんかわかんないけどバキとかで見たような気がするっていう <laughs>。そんな理論と似たような感じがします。 それでもね、一応このトラックを用いた特殊火薬での爆破シーンではさすがのバランもね一瞬うずくまるような姿勢をとります、まあ、四つん這いになった状態でちょうどお腹の真下で特殊火薬が大量に大爆発してるわけですからさすがのバランもねちょっとはダメージが入ったのかもしれませんまあまあまあ同じ姿勢の力士を爆破したらやっぱりうずくまるでしょうしね <laughs> 当然といえば当然かもしれません さてこの攻撃によってさらに怒り狂ったバランは周囲の建物を次々に壊し始めます。そんな中杉本博士がバランの光るものを飲み込む習性を見抜き照明弾に特殊火薬を搭載しバランに飲み込ませることで内部から破壊する作戦を提案します。この作戦により二発の特殊火薬付き照明弾を飲み込んだバランは一発目の爆発でダメージを負って海に逃げ込んだところを二発目の爆発によってとどめを刺されついに倒されたのでした。 爆薬によって体内から破壊されて倒されるという結末はオキシジェンデストロイヤーという架空の兵器によって倒されたゴジラであるとか火山の噴火という自然の脅威によって倒されたラドンなどと比べると、まあ、かなり現実味があるというか地に足がついた結末のように思います。 まあこの倒され方によってですねバランの怪獣としての強さに疑問符がつく部分もあるかと思うんですが映画全体の筋書きを見るにですねバランはできるだけ現実的な手法で人類の手によって倒されなければならない怪獣だったのだと思います。 ゴジラが戦争などの庶民が抗えない恐怖っていうのを象徴していてまたラドンは台風など風による災害を象徴する部分があるとするとつまりどうにも抗えない物事を象徴する怪獣の場合それらを倒すには架空の薬剤であるとか偶発的な自然の力などですねフィクション性が高くより強力な力に頼ることになります。 そうでなければですね怪獣が象徴する物事と人類とのパワーバランスが嘘臭く,くなってしまうと思うんですねまあ現実には降りかかる戦火の恐怖に庶民目線で言えば抗うことができなかったし自然災害を完全に防ぐことはできないのに映画の中でその象徴をあっさり人類が倒してしまうのはおかしいだろうという考え方ですしかしですね今作でバランが象徴するのは迷信や神仏の祟りあるいは呪いのような 当時からしても時代遅れの古いい考え方だったように思います。まあ、俺しも大怪獣バランが公開された1958年は高度経済成長期が始まったばかり2年後の1960年には当時の池田隼人総理が所得倍増計画を発表するような時代でした経済発展とさまざまな新しい技術が次々と社会に浸透していく中で国全体が未来志向科学の力を感受していた時代のように思います そんな時代の流れの中でかつての古い迷信というのは捨て去るべき過去でありそれを象徴する怪獣つまりバランというのは人類の手でで倒されれなななけけばならなかったわけです。冒頭では「いかれる神バラダギ様」だったバランがですね早々にその正体を古代生物だと見抜かれやがて人類の手で葬られていくのはさまざまな迷信が次々と科学的見地から解体否定されていく様に似ているような気もします。 そんな人類の手で倒されることを宿命づけられた倒されなければならない象徴性を持っていたのがバランという怪獣なのかもしれません。以上が大怪獣バランにおけるバランの行動のお話でした。ね、なんかもう動画終わりでもいいかなって <laughs> 思うんですけれども、えー、まあ一応ね映像作品としてもう一本怪獣送信劇にも出演していますので、そっちにも簡単に触れていきましょう。怪獣送信劇におけるバランは。 その他の怪獣たちとともに怪獣ランドと呼ばれる島に住んでいます住んでるはずなんですけどね <laughs> 他の怪獣たちがね島で生活する様子というのは結構ちゃんと描かれるのにバランはね、なんかそういう描写がないんですよね <laughs> 出番で言うとですね、まあ、映画の一番最後 キングギドラを倒した後にですね、怪獣たちが怪獣ランドに戻った様子というのを、上空から主人公たちがね、ヘリコプターで見に行く様子があるんですね。なんかその場面ね、ゴジラとかはね、こう、上空の主人公たちに向かって手を振るかのように見えるような、なんていうんですかね、暗さサ, <laughs> サービスをしっかりするんですけど、バランはね、そんなこともなく、なんか怪獣ランドの山の影からちょっと顔を覗かせて、そのままどっかにね、飛んでっちゃうんですよ。人見知りなんですかね。<laughs> そういえばね、そのちょっと前もう一つの登場場面富士山麓に怪獣たちが集結する場面でもですね他の怪獣たちが勇ましい鳴き声を上げながら登場する中ねバランだけね、ね。終始無言ななんですよ、ね、<laughs> なんかこう黙ったままスンッと <laughs> 地面に着陸してきてねなんか黙ってたから気づかれなかったのか名前を呼ばれることもなくね <laughs> なんかね他の怪獣の時は さあ、ゴジラが勇ましくやってまいりました。あ、ラドンです。モスランをやってきましたみたいにね。実況中継するアナウンサーが、こう、小気味良い口調で名前を呼ぶんですけども、バランが出てきた時はね、さあ、次々と怪獣たちが集結していますみたいな。<laughs> なんか若干テンションが低いんですよ。<laughs> まあ、もうこのアナウンサーをね、おそらく昭和の体育会系社会の中で生きてきた人でしょうから、出勤したのに挨拶もせずにね、黙ってるバランにムッとしたのかもしれないですね。<laughs> 挨拶しろよみたいなね。<laughs> 黙ってないでさちゃんと言おうよコミュニケーションみたいな <laughs> そんな感じでムッとしちゃったのかもしれませんが陰キャなんですかねバランって <laughs> そう考えるとなんか急に親近感が湧いてきましたけどねまあまあそう考えると怪獣送信劇で活躍してたメンツって割と陽気そうな奴らばっかりですよね、まあ、ゴジラもそうだしミニラとかもね子供特有の陽気さがありますしあとゴロザウルスとかもね陽キャ特有の躊躇のない飛び蹴りをしてますし <laughs> あの蹴りは陽気じゃゃななきゃできないででいすからね <laughs> で逆にねこのキングギドラとの戦いで活躍がなかった怪獣バランであるとかバラゴンあとマンダあ辺りを並べてみるとですねまあ確かにちょっとなな空気ありますよね <laughs> なんかまあ設定面からしてもね「自分は神として崇められてるんだ」とか「ね <laughs> 人間を何人も食べちゃってるシリアルキラーだぜ」みたいな。<laughs> そこだけ聞いたらだいぶ重度の中二病なんですけど <laughs> 価値の悪いことにねこれ全部本当なんですよね。<laughs> 本当にあがめられてるし本当に人も襲ってるんですけどねこれが価値が悪いっていう。まあ、考えてみるとねゴジラとかモスラあとラドンみたいな正統派な怪獣がメインを張ってる分かりやすい まあエンタメ作品お祭り映画である怪獣送信劇っていう映画においてこの陰キャ組のの設定ととかかちょっと悪が強すぎたのかもしれないですねなのでまあ将来的にこういうちょっと悪の強めな設定を生かしたダークな雰囲気の映画が作られるとしたらバランの活躍の場も見られるかもしれません。 まあ、例えるなら、コミカルな作風だった時代のバットマンから、まあ、ダークナイト、まあバットマンビギンズから始まるダークナイトシリーズになった時みたいにシリアスな作風に変わったみたい。ちょっと陽気でコミカルさもある怪獣送信劇から、何かこうダークナイト的なポジションのね、新しい映画が作られれば、バランの活躍の場もあるかもしれません。ねダークナイト、ね。言うたの好きな映画ですけどね。<laughs> なんていうかバランってやっぱりイの運命からは逃れられないのかもしれない。<laughs> まあそんなね、バラン先輩の今後の稼ぐを祈ってこの動画を終わりたいと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ゴジラ怪獣ここが好き、高倉風也でございました。どうもありがとうございました。